松の台湾大口食べ歩き。カオションに場所を移している松。続いてはどんな食べ物が出てくるんでしょうか。今見つけた店、これもね、結構穴場らしいんだけど、評判高いみたい。評判を聞きつけやってきたのはイタリアンの店。この界隈は比較的スパゲッティやパスタの店が多いようです。以前ホアリエンでも外国料理を堪能しましたが、カオションの麺はどうでしょうか。これがね、バイチャンクアン麺ね。スパゲッティ平細麺だけど平細麺って言わないんだよね、スパゲッティ。お、湯気が、あ、香りがいい。湯気が上がるとトマトのいい香りがしてきます。これ結構いい。ソースが普通のホワイトソースっていう感じでもなくて、クリーミーな感じよりもちょっとカレー風味のね、スパイシーな感じとトマトの酸味がすごく効いてる。味そのものがこう複雑に絡まり合ってて、何がこういう味ですってこう一言になかなか言えないぐらい奥深い。里面的话就是用沙朗牛肉，然后做用南瓜捣成泥，然后加一点牛奶鲜奶油去做成这个南瓜白酱，所以它吃起来会很爽口，不会很腻。对，然后因为这是牛搭配牛肉啊，口味比较浓郁，所以会炒一点点辣，然后整个味道的风味层次会更好。さまざまな食材を使い、バイチャンの味に統一感を出しているのが特徴。麺、パスタのもっちりした感じね。で、生地の味わいも結構くるんだね。なんだろう、こう独特なんだけど、まあやっぱりパスタの基本みたいないうとこがちゃんと押さえてるね。続いてはエビのソースを使ったペンネ。戦艦麺と書いてペンネとはよく表現したもの。さすがは表現力豊かな漢字文化。これがね、シャーチャンジェンクア麺。これがまた香りが、エビのなんかこう塩分、海のね香りがする。ソースすごい、ココナッツ系のね、ソースでエビのエキスものすごく出てる。そんなエビを口に入れたわけじゃないんだけど、このなんだ、チェンクは麺ね、これ入れた瞬間ものすごいエビが。虾酱。对，虾酱的话，厨师它是比较一道道地的利沃诺的餐点，在那个沿海一带啊，因为他们有捕鱼，所以会用虾子，然后还有虾子本身虾头里面有那个虾膏，然后我们再搭配高丽菜这种蔬菜啊去熬出来的虾酱，所以整个风味也很好吃的。エビも具材として入ってはいるんですが、何よりソースの中にたっぷりのエビの風味が染み込んでいます。このソースね、多分ご飯すごく合うと思うね。ものすごいこのエキス、やみつきになる観光客も多いカオション。松はこれまで何度も来ましたが、その度に食に関して新しい発見があります。このように言葉や習慣がいまいちな松はガンカーの連続。ただしガンカーも旅のエッセンス、味わうことにしましょう。この店では初めにザオパイのニューローメンをいただきます。
これがニューローメン。ここのニューローメンはどんな感じなんだろうね。だからガオションと、まあ、四川の味って感じだよね。結構色が濃いんだよねこれね。いけるこれいいな。あのごまの香りが広がってくんだよね。でちょっとラー油、うん、ラー油の風味が効いてる。だからね、昔その日本で食べた日本で食べても出前一丁っていうね、インスタントラーメンがあって、まあこれいい例えかどうか分かんないけど、自分で言うとね、昔懐かしいラーメンの味で、入り口が出前一丁なんだけど味がね奥深い、すごく深い。口の中はごまの風味も広がり、やはり四川風味との融合と言っても良いでしょう。牛肉啊，嗯，这个里面煮起来以后，拿锅里面炖牛肉。牛肉是台湾的牛肉。台湾的，我们都是台湾的，所以我们每个星期一都不卖。啊，都不卖吗？他不杀，星期一全国都不杀牛。哦，真的吗？真的，休息的，那休息的。星期一，星期一是休息，不杀牛的。嗯。牛肉はどうでしょうか？牛肉すごい、これ柔らかいしコクがあるし、もううまい、臭みとか全くないんだけど口の中でとろける。これはなかなか、これまで食べた牛肉の中でこれよりすごいっていうのをちょっと思いつかないぐらい、ちょうどいいんだよね食感が。实际上哈，真正做台湾牛肉的哈，高雄市能有几家，就看你是不是内行。假如你内行，你吃到嘴巴里面就知道了。哎，这个就是说，现杀的跟冷冻的差别在哪里？哎，进口的牛不是不好，可是它比较适合当牛排，因为它是谷物养的。可是，一般来讲，红烧的肉要用粗放的。牛肉は口に入れるとすぐにとろけるほどに柔らか。うん、絶妙。これだから子供とかでもいけるんじゃないかな。今子供食べてたけどね。大絶賛のニューローメンに続いては汁なしの担々麺。これがね担々麺、いやこれはもうもともと汁なし担々麺も大好きだからね、ちょっと四川風ではあるんだけど、まあカオションの四川担々麺。ごまの味がものすごく広がってくる。いやこれ結構ごまの味、ああと辛さ効いてくね。ごまと辛さがちょっとやっぱごまの方がかなりこう強く効いてきてる感じね。这个担担面吗？对。里面有什么？这没有什么，就是芝麻。啊，芝麻。芝麻。嗯，就是芝麻跟花椒。啊。汗だくの老板の力作。材料はシンプルですが、調合が最高です。ごまと酸味が、結構主張してくる感じで、ちょっとこれ普通の担々麺を想像するとなんか違う感じ、ごま麺みたいな。カオションでまたまた絶品を見つけた松でした。松の大口食べ歩き、胃袋絶好調。今回も会長に飛ばしております。